では前回から引き続き、第5期と共に財務を担当したユーアンについて見てみましょう。またえげつない財務官僚が出てくるんじゃないかと心配だわ。この人は幼少時神童だったと言われ、8歳の時幻想に死を剣じて官職を得ている。その故事は三次教に謳われるほど、有名ね。大使政治は図書の構成などを司る役職ね。以降、各地の地方官を歴任した。安史の乱の最中に、祝僧に召されて慶長意見小武次郎御史中将、宅使遠鉄抽選投資となり、財政の業務を行った。つまりこれは、第五期が左遷された後の後釜に座ったのね。そうなんだ。残言にあったり、宦官の定元審の事件で連座させられて更迭されることもあったけど、最小の元帥と仲が良かったため、救われて領託使遠鉄天運素養士や高愛素養士を歴任している。ここら辺の遍歴した役職名がほぼ第五期と同じね。遠洋を統制し、運河輸送を改善し、徴兵法を制定して物価上昇を抑えた。ユーアンは単に第五期と交代しただけではないぞ。第五期は塩の生産から販売まで全面的に国営化して専売制をスタートさせたが、引き継いだユーアンは一部を民営に戻した。制度が軌道に乗ったとみて、業務の効率化を図ったわけだ。減災の要請を受けたユーアンは高愛の塩の専売利益を持って遊民を雇い、年に40万石の租税、食料を長安に送運した。当時、首都の米価は1都1000円で、高級の台所には蓄えもなく、首都近郊の農民から供給してもらっていた。商品が到着すると大僧は大喜びで、衛兵に音楽を奏でさせて出迎え、あなたは本当に私の商家だ、と慰労したという。以降は寒中が干ばつや洪水に見舞われても、価格は上昇しなかった。商家は全館の高素有法の旗揚げに協力した、著名な行財政官僚だ。ユーアンのような人物に対しては最大限の褒め言葉だろうな。第五期の作った専売制を、早雲や首都の食料政策とリンクさせ成熟させたことも、ユーアン独自の功績だったと言える。インフレは収まったのか。よかった。でもここら辺盛られた話かもしれない。ちょっとわからないわね。ユーアンは夜明けとともに仕事を始め、夜中まで休まなかった。緊急であろうとなかろうと、いつもその日のうちに公的な案件を処理していた。ユーアンが住んでいた家は非常に質素で、食事も質素で、目かけや女中もいなかった。ユーアンが長く養殖についていたこともあり、朝廷の高官のほとんどにユーアンの弟子がつくようになった。ユーアンは食料上、長江やワイガの茶やオレンジ、異国の宝物や美味しい食べ物をいつでも手に入れることができた。そのために嫉妬を買うことも多く、常に周囲に贈り物をし、悪口を言われないよう気を使っていた。そうなんだ。大変ね。今や日本でも途絶えそうになってる風習だが、お中元やお歳暮というのは、本来そういう意味を持つ贈り物だったのかもしれんのう。進行してきた途端から各市議が長安を奪還すると、第五期が中央の遠鉄使として復活する。二人は遠鉄の業務を分割することになり、ユーアンが東の領土の東側を、第五期は西側を司った。二人は仲が悪かった、と言われるけど、正直よくわからないみたい。まあ、よくはないでしょうね。ここで最初、元帥を紹介するわね。ひょっとして、ユーアン、第五期とこの人で三角関係？違うわ。元帥は北魏の大武帝の子の、慶牧大使宅伐公の末裔と称している、関門の出身で、同郷に造詣が深かった。幻想の時代に同郷の科挙に合格し、官職についている。同郷の科挙って、初めて聞いた。幻想は熱心な同郷信者だったからな。この時代独特の選抜方法だ。祝僧の下で財務官僚として頭角を現し、李保国の妻の元氏と親戚関係にあったことで宰相となり、以後、大僧の時代になっても重用された。財務官僚としての役職は辞任して、後任にユーアンを指名している。ああ、それで仲いいのね。元帥は宦官の御長恩と対立していた。ある時御長恩は国士官で、越境の抗議を行った。
ああ、そういえば、漁長恩って国立大学の学長になってたっけ。漁長恩は、駅長の一説、低速を折り高速を覆す、について抗議した。これはカナエの足が折れて天使の料理を持った器をひっくり返す、転じて大臣が国政を誤ることを意味していた。最小である元帥も部下を率いて抗議に参列していたが、漁長恩は暗に元帥を侮辱したのよ。意図を察して怒って席を立つ者もいたが、元帥は笑ってそのまま抗議を聞いた。漁長恩は終わった後であれで怒る者は普通だ。しかし笑う者は計りがたい、と語った。宮廷院見漫才じゃのう。わしならこんなの、胃が痛くなるわ。元帥は党派を作り、漁長恩に対抗した。劉安はもちろん元帥派ね。さらに大層と図って漁長恩を暗殺した。漁長恩派と見られていた第五期は失脚した。そういう対立構図だったの。漁長恩亡き後、元帥の権勢は並ぶものがなくなり、先見を振るっておごるようになった。官僚の上層に宰相が事前審査を加える制度を定め、この制度に反対した顔真系を左遷した。長安に豪華な建物を建て、自らに批判的な人物を左遷して、元帥派の人士や賄賂を送った人物を任用した。大僧は元帥を排除することを心に決めた。わあ、また大僧を怒らせちゃったよ。仲良しの劉安も危ないんじゃない？皇帝の裏に呼び出されて締められる？そういう大僧へのイメージ、いつまで続くんだ？ところがこの頃、劉安はすでに元帥派から離れてしまっている。劉安は大僧が寵愛する独孤騎の息子、漢王李慶に接近し、独孤騎を皇后に擁立して、李慶を皇太子に立てる陰謀を図るようになる。ところが元帥は、皇太子李勝を擁護してその動きを制したので、劉安と元帥は敵対関係になった。特捜のお母さん、新陳寿は失踪したまま見つからないから、そういう話が出てくるんじゃないかと思ってたけど、やっぱり出てたんだー。あ、李慶については心配しなくていいわよ。別にこの事件で殺されたりしてないから。普通に出世して37歳で亡くなっている。ちょっと早いけど怪しいところはないわね。よかったー。大僧は母方の叔父、呉宗と諮り、元帥、王信らを捕らえ、その尋問を劉安に命じた。大僧は元帥派の当衆を上位により処刑し、元帥に自害を命じた。王信、楊淵ら元帥派の官僚は左遷された。特捜が即位すると租税、財政のことはすべて劉安が担当することになった。この頃には塩の専売収入は、当時の全財政収入1200万元の半数にあたる600万元に達した。専売も軌道に乗り、各地の節度市が税を上納しないことがあっても、余剰金で不足を補うことができ、民衆への増税なしで国家には多くの収入があった。土兵、10年を数うといえども、連民に及ばずして用土たる。つまり、戦争が長く続いたのに増税しなくても軍事費は足りた、と言われてるわ。都長安で塩の値段が高騰したとき、劉安は漢中の在庫を補充するために3万石の移送を命じた。江南の揚州から都までわずか40日で物資が到着したことから、劉安には神通力があるに違いないと囁かれた。なんか怪しい。塩の値段が高くて庶民に不満がない？そんなわけないだろって思っちゃう。この人は神道伝説から始まってよく書かれすぎじゃね？確かにな。しかし、第五期と似てはいるが異なる、相互補完的な財務官僚同士だったんだと思うぞ。広大の専売制度にとっても、この二人の生み出した制度が基本形だったんだ。劉安は大僧に愛されていた。しかし、大僧が崩御し、特僧の時代になると、事情が変わってきた。ああ、特僧か。劉安は独孤騎士の王子を立てようとしてたもんね。旧元帥派の楊淵が、中央政府に返り咲いたのよ。かねてから第五期や劉安は、朝廷や節度使による財政の浪費を防ぐため、専売収入を宦官に命じて宮中の金庫にて管理させていた。楊淵はこのことが宦官の権力増大の温床になっているとみて、専売収入を国庫に移した。楊淵の残言によって、同年特捜は劉安を総事不実つまり、事実と異なる奏上をしたとして、中州志士に左遷し、ほどなく死を命じた。家族は霊難に配慮され、
連座する者は数十名に及んだ。幻想から特装まで、4人の皇帝に仕えた雄安は悲劇的な最後を迎えた。第五期は大往生したのに、意外な結末ね。よく似た二人の異なる結末だな。ではその、妖艶について見ていきましょう。あ、この人って、妖精法を創設した有名な人だよね。高校世界史 B にも出てたぞ。そうね。もともと妖艶は元帥と同郷で、雄安と共に取り立てられた。でも雄安とは違って、代々の貴族官僚ね。即位した特捜に呼び戻された妖艶は、雄安を失脚させ、財政再建という難題に取り組むことになった。彼はまず、君主の個人的財産と国庫を分けた。こうすると、君主の個人的財産の管理をしていた宦官は、国庫には手が出ないことになった。なるほど。てか、それまで分けてなかったことの方が驚きだわ。次に、安史の乱以降に乱立した、主税など新旧取り混ぜて数百という種類の税の整理統合に取り組んだ。庶民はこれらを頻繁に納税しなければならず、富裕層はうまく逃れていたから、税制の簡素化と負担の均等化は急務の課題だった。そうよ。不均等な税制をなんとかしてよ。製品みたいな面してた雄安も、結局為政者のために税金を集めてきただけだったじゃないの。二号、前回からやけにて厳しいな。だが本来、為政者のために税金を集めるのではない官僚なんて、中国史上に存在せんぞ。でも、形成催眠っていう言葉もあるじゃないですか。民を救わないと、税金収奪してるだけじゃダメでしょう。妖艶は妖税法を制定し、税制を簡素化した。妖税法では夏と秋、麦と稲、泡の収穫に応じて2回の税を徴収する。仏能の金殿制とは異なり、貨幣で支払うことになった。戸籍を元にして徴収する金殿制は崩壊していたので、本籍地から移動していても課税ができるようにした。もはや農民を戸籍に縛り付けるということはなくなった。それから、貧富の差に対応し、所有する資産に応じて税額が決められた。一応は累進課税、ということになるわね。それそれ、あるところから取らないと。一方で、大土地所有や荘園の拡大が大っぴらに合法化されてしまうんだがな。しかし反対を押し切って妖税法を導入した妖艶は、税負担の強化を受けた貴族や、財政の権限を奪われた宦官から恨みを買った。節度師たちからも、自分たちの勢力削減が次の目標になるのではないか、と危険視された。おーおー、しかしそれはそれだけ有効な政策をやったってことじゃない？妖艶の仕事は偉大なんだけど、恨まれることが多かった。かつて、妖艶は雄安を蹴落とす際に、雄安がかつて独国妃の王子李恵を擁立しようとしていたことを批判した。しかし天下の誰もが、雄安を冤罪だと思っていた。雄安の失脚は妖艶側の陰謀であると逆に追及されてしまい、税制改革の反対派はこの残言に乗っかった。焦った妖艶はさらに李恵の責任を追及しようとしたところ、李恵と兄弟仲が良かった特捜の恨みを買ってしまった。さらに同僚の露木と仲が悪く常日頃から馬鹿にする態度をとっていたため、恨まれて策謀にはめられてしまう。この露木というのは、特捜時代の関心として知られた人ね。性格は陰湿で、妖艶や顔真系を陰謀にはめている。隠し義も彼を評して語っている。露木はうちの目かけや下男が見ても笑ってしまうほど相貌が醜く、心は陰険だ。この男が権力を握って影響力を持てば、私の家族は生きていけないだろう。妖艶の失脚後、宰相として先見を振るった。師匠見ると、頭から関心として書かれてる。東京は節度師たちを積極的に反乱討伐へ向かわせるため、それぞれの管轄領域外への遠征には特別の給与を出すことにした。これを職質改良という？その費用を捻出するために、露木は商人や富裕層を標的とする政策を施行した。銭千万を超える資産を持つ富裕層は、それ以上のお金を軍事費として出すべしという法律を定めたのよ。へえ、庶民でなく上層から取り立てたのか。珍しい。悪くないんじゃない？ところがこれを実際に実施してみると、民間商用も国家財政も大ピンチになってしまった。商人たちもそれほど金銭を持っていたわけじゃなかったので、畑や家、
奴隷などを売って、借金までしてかろうじて規定のお金を支払った。しかし、それにより商人たちは貧困化し、廃業した。長安の経済は大不況に陥ったのよ。経済財政政策は、ことの善悪だけでは測れんものだ。ロキはその状況を無視したが、ついに徳宗自身が惨状に気づいた。これでは軍事費を賄えないと判断した徳宗は、翌年にはこの税制を中止した。どこから取り立てるかという点では正しいと思ったのに、難しいわね。その他には感化税という税を取り立てた。これは一件ごとに専門を取り立てる税で、そのために役人が勝手に家に入り込んで厳格に調査した。上層階級は2000元、中層階級は1000元、下層階級は500元と、家の質と量に応じて税金が課された。今でいう固定資産税のようなものかな？家が広いほど豪華な屋敷ほど税金取られるなら、これも金持ちから取る税金ということだね。資産家の隠し身が警戒するのも無理はないわね。それでもし、一件でも隠すと杖打ち60を加えるという厳しいものだった。おお。さらに、除白銭という税を導入し、給与の支払いや売買取引の際、専門につき50文を納めさせた。これもごまかすと、上打ち60に加え罰金専門が取り立てられた。これだけでも過酷な方だってわかるけど、さらに徴税担当者が国庫に納めず私腹を肥やすばかりの結果になった。加えて密告を奨励し、感化税の場合は50貫、除白銭の場合は10貫を密告者に賞金として与え、その銭は罰を受けた者から取り立てた。50貫という罰金は、一般家庭の財産の4分の1、一般官僚の年収の半分に相当し、家の価値をはるかに超えるものだった。長安の民の不満は膨れ上がるばかりだった。へえ。富裕層から税金を取り立ててもうまくいかないんだ。経済ってのは難しいわね。というか、前回からハイパーインフレーションだの大不況だの、疑心南北朝時代やずい、あるいは党の始めにはなかった話が続いてるよね。素養調整に見られるような現物主体の財政構造が、行政法と専売制を中心とする、貨幣主体のものに切り替わった影響だろうな。もちろん、実態としての中国社会の発展が背後にあるんだが、金を媒介とすることで徴税が効率的になった一方で、度を越した暴力的収奪へと容易に拡大するようにもなった。東洋史研究者の宮崎一貞はこういう変化を指して、後半期の東朝は財政国家と化した、と説いているぞ。軍隊も全て傭兵制で、ウイグルがそうであるように外部の兵力を金で買うようにもなった。そしてその支払いが滞れば、軍隊の反乱が発生する。確かに唐の初期までと事情が違うわ。軍隊もローマ末期の軍団かオスマン後半のユニチェリみたいになってんのね。話を妖艶に戻すと、彼は海南島に左遷され、その途中で特捜の命令を受けた宦官に締め殺された。雄安の死からわずか1年しか経っていなかった。そうなんだ。しかし、第5期の時はそうでもなかったのに、後の方になると色々宮廷の陰謀が絡むわね。いや、むしろ第5期だけが異様だわ。第5期は戦時中の宰相だったし、個人的には控えめな人物だったようだからな。平和になれば宮中の勢力争いも絡んでくる、ということだろう。そうですよね。妖艶も結局陰謀には失敗してるし、本質的には財政畑の仕事師だったのかな。こうして妖艶も悲劇的な最後を迎えたけれど、行政法の効能は絶大だった。制定された特捜から検捜の間までに、国家収入は 2.7 倍になった。司書は、地味にかなった要請、弊害を正す要案、と褒めている。そうだな。何せこの後明代まで行政法は存続するぞ。よかった、のよね。あ、でも一方で、専売制も続いてるし。そうね。東王朝は行政法と専売制の二頭立てで財政を再建した。これらによってあと150年、党の治世が続くことになるのよ。ではまた次回。